部先生、阿部先生、はい、質問が来てます。どうぞ。大学の調べ方について教えてください、うん、あ、大学の調べ方ね、まあ、最近ずっともうね、このコロナ禍でホームページを見たりとか、いわゆるオンライン説明会とか、まあ、そんな話になってるけれども、この前ちょっととある大学の関係者の方とちょっと話をする機会があって、このコロナ禍でずっとオンラインだったのが、最近はこう紙をすごい大事にしてきてるっていうような話聞きました。ちなみにちょっと安倍塾の先生たちにちょっと持ってきてもらいました。こんな感じで明治と、日本女子大のパンフレットです。で、例えばこの中身見てもらうと、まずいろんなモデルの人が出ていて、まあ、この人はこういうこと勉強してこういうところ就職してますとかってむちゃくちゃたくさん載ってるし、例えばこういうところにカリキュラムとかむちゃくちゃ書いてあって、ここにはどういう資格取れるかっていうのが全部書いてあります。なのでむちゃくちゃ見やすい。で、そして具体的な例が書いてあったりするので非常に良いと思います。ぜひパンフレット使用請求してみて。